おはようございます。寝起きっす。昨日の試合の首の跡がすごいっすけど、なんだこれ。まあいいや。今日はですね、こんだけ久々に髪の毛を伸ばしたのでね、今から例の僕の髪型の原点であるあのショップに行ってこようと思います。僕自身もすごいね、久々なんで楽しみですが、皆さんもすごいね、おしゃれな店なんで、お楽しみに。それではちょっと用意して行ってきます。そうです。小野さん、回しちゃってます。回しちゃってます。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。一人？僕今日一人です。あ、そうなの。はい。あ、なるほどね。え、どういうことですか。いやいや、YouTube 撮るから。はい。俺、そういう誰か映るのか。いや、全然全然、なんか普通に引きの試合あったんですよ。はいはいはい。そのまま来ました。よろしくお願いします。すいません。です。うっす。さあ、それでは髪をね、切っていこうと思うんですけど、髪伸びたね。すごい伸びた。結構セットしてないとサラサラヘアな私ですが、このザ・シティ神戸には2017年から通っていて、でシティも2017年オープンなんですよ。でその時に当時僕アメリカンのゴリゴリのバイク乗ってて、それでなんかこうヘアスタイルもそれに寄せたいなっていうのを考えてて、その検索してたらちょうどなんか良さげな店が出てきたんで、飛び込みで入ったらこの小野原さんの店のザ・シティ神戸に巡り合ったっていう感じで、もうそっからもうこの店の雰囲気とか、もうもちろんその小野原さんの人柄とかもあるんですけど、そこに惹かれてずっとこう通い続けてますね。なんだったら髪の毛を切らなくても普通に小野原さんにこう人生相談というか、まあそういったプライベートの話のしたりとかね、そういう感じで通ってる場所なんですけど、まあいわば僕のパワースポットというか、すごくこう自分の好きなものを、好きなことを形にしていっているのがすごいかっこいいなっていうのがあって、もともと一人でやってたんですよ、小野原さんこの店でも。今従業員さんとかスタッフさんとか、それこそまあ後で出てくるんですけど、まあこっから徒歩ほんと10秒ぐらいのところにドーナツ屋さん兼コーヒー屋さんもオープンさせて、そこの店とかもいっつも人いっぱいいるんですよ。まあほぼ女性のお客様ですね。やっぱりね、おしゃれだし清潔感もあるし、
なんせドーナツがうまいんですよ。コーヒーもうまいし、もう何、ものすごくとにかくおしゃれ。もうなんかそうこうしてるしね、もう終わっちゃいそう。いい感じだ、なんか髪の毛すごい。やっぱ全然違うね。ニコニコじゃん顔。おいいね、オールバック。いいね、自慢の広いおでこがあらわになりました。ありがとうございます。オッケー。ありがとうございます。よっしゃ。あとであれしよう。あ、それ撮ってくれてるんですね。撮ってる。いやいやいや。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。これ撮ってるんですか。俺も回します。マジっすか。また来ます。ありがとうね。よっしゃ。よっしゃ。頑張ってね。どうす。どうす。あ、またお願いします。あの件を。オッケー。です。ありがとう。どうす。